ガチチンガチチン、今日何するの？今日はね、いいもの買ってきたよ。え、いいもの？いいものって何？でででーん、釣り組。え、釣り組だ。あ、あれ？すみっこ暮らしがおる。そう、コラボしてるんだって。え、コラボ？こちらね、トレーデザインが全部で12種類あるんだって。トレーデザインって何？このグミの形がいろんなやつあるんだって。っていうわけで、まあ、2個買ってきました。はいはい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、食べじゃん、すみっこ食べじゃん。さあ食べるぞ。よし、開けたので、まずはこっちからね、見てみましょう。この形じゃないんかね。んー、どうなんだろう。ててーん。おお、あれ、この形じゃね。お、あ、ちょっと違う。ん、あ、違う。ちょっとよく見えるかな。うん、わかんない。こうすれば見やすいかな。見える。ね、これタピオカで、これが、うん、多分ペンギンで、これが白クマ。白クマ、あれ、これペンギンじゃね。じゃあこれタピオカか。タピオカ大きいね。タピオカだな。あら、大きくなったね。これトカゲだ。え、トカゲで、猫ちゃんかな。猫ちゃんで、こっちがペンギンだ。ペンちゃん、はい、こんな感じのメンバーでした。はい、かわいい。で、もう一個の方が、はい、ドゥドゥー、ジジーン。あ、あれ、捕まれてる。はい、こんな感じですね。はい、エビフライのしっぽちゃんたちのあげっこペアと、あげっこペア、とんかつだ。かわいい。あ、めっちゃいいじゃん。あ、これほこりちゃんだ。捕まれてる。これいいね、かわいい。かわいい。うん、これとはやっぱ違うね。表紙とは違って、中はランダムに入ってるみたいで、全部で、パッケージと違うね。中はランダムで全部で12種類あるみたいですね。12種類もあるな。じゃあどっちかね、一度に両方食べるのもあれなので、どっちか食べましょう、はい、どっちがいい、ごじまっち。どっちにしよっかな。右と左。左かな。左、うん、そっちの方がいろんな味楽しめそう。多分量一緒だと思うけどこっちの方がね、なんかちょうどいい具合に空いてるからね。うん、いろんな味楽しめるかも。こっちはね、味、何味これ。本当だ、何味。グレープ味とオレンジだって。だからグレープとオレンジかな。はい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 。じゃあこっち開けますか。お願いします。ちょっとこれね、懐かしい、うん、あれ、綺麗な、うん、あれ、とりあえずここ開けます。おー、開いた。わー、あれ、どちた。ここって取り外しできないの。え、なんかさ、ちっちゃい時私これ買ってたんだけど、釣り紙ここ切ってこうやってからめくって食べてた覚えがある、うん、今もそうしないんかな。こうちぎって、こう間に入れて、こう引っ張り出すってことやってたんだけど、しなくて知るの。じゃあこれだけでいいんか。よし、出ておいで、はい、よし。うおー、綺麗に取れるか。釣り組うまく釣れるでしょうか。ちょちょちょ、釣れねえ。釣れないよ。引っかかってる。釣れた。取れた。誰が釣れたんだこれ。あ、ペンギンです。というわけでこれ食べましょう。はい、いただきます。はい、ガチチンだ。うん、うめえ。うめえ。懐かしい味だ。前と変わらないね。変わらず美味しい味ですね。じゃあ、こじまっちもいただきます。いただきます。ほらほら、はい、あ、はい、釣れた。うん、釣られた。助けて。どう、こじまっち、美味しい？美味しかったけど痛いよ。あ、やっぱ美味しいよねこれ。うん、一応オレンジとグレープ味なんだけど、その味がしっかりするというよりか、なんか美味しいんだよな。濃ゆいっていうよりさっぱりかな。あ、え、どちた、ごちっちん。あ、トレーデザイン書いてあったわ。書いてあるんかい。へえ、なるほどね。シークレットあるじゃん。色々あったんだ。シークレットデザインっていうのもある、うん、もしかしてシークレット取った。私が今回やったのはお勉強ととんかつアームだな。あるんかい。ってことはシークレットではありませんでした。あらま、あらま、残念。なんでったんだろうシークレットなかなか当たれませんね。ではまた次回ね、新しいの見つけたら買って食べてみましょう。それでは、なーねー。